どうも、ラオチンです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、ランクがマックスまで上がりました。見てください。いやいや、セーブのところで見れるね。プレイヤーランク50。50が、今のところの、ランクマックスとなってます。かかった時間が、35時間50分。だね。おそらく、レベル上げ、ランク上げだけを重点的にやると、多分ね、25時間ぐらい、20時間ちょっとで、50まで上がると思います。ただ、普通に、クエストをクリアしてるだけだと、これね、7、80時間以上かかると思う。ランク50にするまで。やっぱね、レベル上げる場所っていうのがあるんですけども、まあ、それはね、次の動画にしときましょう。で、50にすると、結構いいことがあります。装備品だね。装備品が、簡単にレベル50のやつを作ることができます。作るのは研究所だね。まあ、リサイクルとかでも作れるし、開発でも作っていくことができます。もうこのマテリアルなんか、クリア後とかは、クリア後、いやいや、ランクを50にした頃か、にはもう腐るほど余ってるので、作り放題です。ただ、お金がね、全然足りない。今俺300万持ってるんだけども、一回開発するごとに2万減っていきます。まあ開発すると、まあランダムですけども、50の、レアの武器が出てきます。まあ、レアじゃない時もあるけどね。で、そうね、100回に1回ぐらいは、レジェンダリーが出るっぽい。あ、これはなかなかいいよ。クリティカル率とクリティカルダメージが上がるやつなんで、なかなか当たりのやつが出てきましたね。まあ、こういう感じで、ランク50の武器、防具なんかが簡単に、入手することができます。はい。まあ、途中ね、結構きつい時もあるけども、ランク50になると、ちょっと安心感があるよね。そして、アップグレード。レジェンダリー以上の装備は、アップグレードで、ランクをね、引き上げることができるんだけども、お金がかかりすぎる。結構、入手はしてきてるんだけども、ランクが低いのよ。まあ、47とかだったら、50に上げるのに25万で済むんだけども、ランクがね、19とか、そこら辺のやつを上げるとなると、200万とかかかるのよ。これはね、現実的じゃない。お金稼ぎがあれば別だけど、今のところね、お金稼ぎは、まだ見つけてないので、レジェンダリーを、そうだね、レベルを上げていくっていうのは今のところ現実的ではありません。やっぱり自分で、作っていく、開発していく、もしくは敵からドロップする、どっちかで集めていくしかないっぽいです。そしてアチーブメント見てみましょう。今アチーブメントランクが52です。これが100、いや、99かな。そこぐらいまで上がるんでしょう。これはまだまだ未達成の部分が多いので、99にするのはもう少し時間がかかりそうです。そしてね、俺データベース見て、思ったっていうか分かった。もう、だいぶね、いろんなとこクリアして装備品たくさん入手したんだけども、ハテナの部分が、結構残ってるのよ。ハテナの部分。で、このハテナの部分が、その武器種の一番下のところが、ハテナになっていってるのよ。ショットガンの一番下がなってたりとか、まあ上の方で行くと、剣盾のところの一番下がハテナになってる。で、そして、2頭のところも、ここがハテナになってるんだよね。で、途中のね、ローディングの時に、チラッと出たんだけども、レジェンダリー以上の装備が、
存在するかもしれないみたいな書き方があったんだよ。なんで、おそらくレジェンダリーの上がある。レジェンダリーの上のユニーク装備っていうのが多分あるんだよね。で、まだね、俺一個も入手してなくって、入手方法が、なんだろうね、ランダムで出るのか、もしくは、ある特定のクエストをクリアすると出るのか、これがね、ちょっとわからない。でも、レジェンダリー以上があるっていうのは、ほぼ確実だと思う。それが最強装備になるんだと思いますよ。間違いない。そしてミッションですけども、まあリプレイとフリーミッション、これはね結構、クリアできてます。うん、まあラスボスなんかも全然メガトン級でクリアできてるしいけるんだよ。でもね、ここが難しい。これ超ド級ミッション、まあノーマルはね全部クリアしたんだよ。ノーマル全部クリアしたんだけども、この次、まあエキスパートまではいけるんかな。マスターメガトンが多分相当難しい。うん、推奨レベル50で多分とんでもないと思うんだよな。うん、ノーマルでもね結構強いやつらだったんで、まあここをクリアするっていうのが、まあ今のところの俺の目標かな。まあこれも説明にあったんだけども、マルチプレイが推奨なのよ。ソロプレイでは推奨されてないミッションなんで、ここをね俺はソロで全部クリアしたいと思います。まあそのためには今が、結構脳筋の感じなのよ。全部を近接攻撃に振り分けてるんだけども、これをね耐久の方にもうちょっと振っていかないと勝てないかな。多分ねメガトン級に行くとワンパンだもん、今の感じだと。ワンパン耐えて一発なんで、せめて三発耐えれるぐらいないと厳しいと思うんで、こっからは装備をちょっと耐久寄りにしていく感じか。そしてクリティカルがこのゲームかなり重要なので、クリティカル率の上がる、防具武器っていうのも厳選していかないといけませんね。まあ、なかなかやることはたくさん、まだまだあります。はい、ということで今日はプレイヤーランク50マックスまでいったということでご報告でした。まあ、ちなみに俺は35時間、まあ、36時間ぐらいで、行くことができました。レベル上げはねちょっと方法があるので、それは次の動画あたりで説明しようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。